ですと。タテスト。よいしょ。むずいっすね。なんか今にもコンコンってきそうなんだけど、むずい。はい。ハムステにデコボコをつけるってすげえ。ちょっとそんだけ頑張る割に、おっしゃ来た。でかい。でかいんじゃない？でかい。よっしゃいやー来ました、牛久バス。最近ねお気に入りのもこれナックルホッグ、ツートンカラーのちょっと地味系のカラーね、透明茶色みたいな感じのカラーね、これで連れてくれました。まあ、40あるなしってとこでしょうか。いやー牛久のまで連れてくれるのは本当ありがたい。42.3 42.5 はい。じゃあこいつはちょっと逃がしてあげたいと思います。イエーイ、ナックルホック、いいねダウンショットです。こちょ怒ってる。タックルワン、はい、ナックロッグに 7g のダウンショット進化でダウンショットで、でジーニアスプロジェクトのグラビアスに P ラインリーダー20ポンドセッティングで、ロデオクラフトのホワイトウルフの、また逆だこっちですね、ホワイトウルフのハゲがクロスこれ、ホワイトウルフの8ポンドクラス、今回もねすんごい引きだったんですけど、貯めてるだけでねもう魚がどんどん寄ってくる不思議な使用感の竿、こんなタックルでございます。ありがとうございます。はい、というわけで帰ってきました。まあ前回のあの牛久沼動画とね全く同じセッティングなんですけど、こんな感じね、ロデオクラフトのホワイトウルフの8ポンドクラスという竿に、ジーニアスプロジェクトのグラビアス、ね、シャロースプールの組み合わせで、釣っております。でこれね前回ね釣れた、ナックルホックなんですけども、これね、動画で釣ってるカラーとは違って、まあ、前回釣ったのがこのカラーなんですけども、こうクロロリーダーに7グラムほどのねシンカーをつけて、で FG ノットで P ライン 1.5 号につないでっていうね、こういう組み合わせなんですけども、結構ねこの色お気に入りで使っているんですが、今回釣れたのははい
こちらのカラーなんですね。これねツートンカラーでね、いろんなカラーが出てるんですけども、はい、ナックルホーク、これね、まだ針通してない、新しい状態のナックルホークなんですけども、こういう感じでね、地味なんだけどしっかりね、ツートンカラーになっていてっていうことで、今回ね、活躍してくれたのが、こちらのカラーですね。ちょっとね水がまあ澄んでるっていうのは言い過ぎなんですけども、なんかね微妙な水の色をしていて、もうちょっとね濁っていたらこういったね、ちょっと派手めなカラーとか、チャートのツートンカラーとかですね、よく使うんですけども、これをね結構ね半日ぐらい投げていたんだけど、反応がなくて、で結構ねカラーとっかえひっかえしたんですけども、最終的にはね、まあ、こういう感じの、地味系カラーの、ナックルホックにしたところ、当たりが出てくれましたよっていうことで、結構いい色味でしょう。これをね、水になじませつつ、ただねこのね手がねもうねブリンブリンに動くんですよね。まあこういう形なんですからあれなんですけども、非常にねこの手のねバタつきがね使ってみると納得っていう感じで、でこの手のね形のワームだと、あの有名なねバサロアクションの出るあのワームとかがあるんですけども、こちらのねナックルホックはねそのねバサロアクションが出ないんですね。こっちはねピーンとね比較的まっすぐな状態で、この手だけねフリ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 ねすごい水をかき混ぜてくれるっていうことで、なんだろうアクション的にはですね、それこそゲイリー山本のあのモコリークローに近い感じと言ったらいいのかな、そんな感じのアクションなんですよね。で、ビソルトインということで、微妙に塩が入っているんで、こちらのナックルホックですね、なんだろう水の中の姿勢がね絶妙なんですよね。このワームにエンジンのですね CO フックの 1.5 番っていうサイズですね、1番でも2番でもなくて 1.5 番ってのがあるのがですね、エンジンのスペリフックの面白いところなんですけども、はい、これね、1.5 番の針をつけている、ナックルホックですね。こういうところまでね針が行くっていうことで、これでね微妙な当たりもねしっかり取れるのと、あの CO フックねすごいね軸線が絶妙に細すぎないんで、微妙な当たりとかもねスコンとねいいところに針がかりしてくれる、お気に入りで使っているんですが、こういった感じで CO フックの 1.5 番、それにこう進化をつけていくんですけども、釣れてる時はですねあれ鉛の進化ね、すごいねなんかネットで安く買った鉛シンカーなんですけども、あれで釣っていますが、このね最終的にはこれねゴロスに変えてるんです。これタングステンのシンカーなんですけども、なんだろうそこのコリコリ感を積極的に探していきたい、なんだろう推定変化をよくね探知しながら狙っていきたい時はこういったタングステンの重り、そんでもって、なんだろう当たりが表層で出てるなっていうかスイミング中とかに出てるなとかそういう傾向を感じた時は あんまりそこの変化をねコリコリ感感じないでもいいんで、鉛進化ねそんな感じで、進化を使い分けております。まあこういったね、タングステンの進化は本当1個あたりが非常に高価なので、まあ鉛進化でやっててもタングステンでやっててもこの手の釣りだとですねボートで根掛かり取りに行けるんでほぼ1日使ってなくすことがないんですが、まあ微妙にそんな推定を察知したい時かそうじゃないスイミングの時かによって使うね重りを変えてみたりしております。あとは、カラーの方もですね、まあ、派手系カラーから始めてなんか当たり出ないなと思ったらその時の気分でですね、こういうちょっと地味系カラーに変えてという感じで、まあ、こういう感じでナックルホックね今ねあの釣り具屋さん店頭なんかによく並んでるかと思いますけども、こういった派手系カラーからこういったねチャートバックのツートン系から、
そんでもってこう水なじみのいいね、こういった地味系なツートンカラーとかね、この他にもいろいろなカラーがラインナップされているので、その時のね、水の色とかで、ね、まあ、馴染ませるか、はたまた色を浮かした感じでね目立たせていくか、そういう感じで使い分けていくと、超過につながるんじゃないかなと思います。あとはやはりですね、あんまりこれね置いているお店がね、まだ少ないので、あんまり使ってる人がね、少なめなのかなっていうことで、微妙にね似たような形のルアーはいっぱいあるんですけども、なんか擦れてないんじゃないかななんて思って、お気に入りでこれを選んで投げております。でタックルの方はね、こういう感じでロデオクラフトのホワイトウルフにグラビアスの組み合わせっていうことで、まあ、非常に感度の高い竿なんで、まあ、先ほど言ったようなそこのコリコリ感をね、感じたいよっていう時とか、 あとはね魚かけた後にもね本当にバラさないね、もうこれは独特な、もう本当ね竿の曲がりって言ったらいいのかな、使ってみてねかけてみると分かるんですけど、バレる気がしないね。先輩が前よく言ってたんですけども、自分で使ってみるとなるほど納得、本当にねバレる気がしない、ね、でこういうね、PE ラインに、リーダーを組むシステムで、まあ、リーダーはね、足とかガマの長さによってその長さはね変えていくんですけども、ほんとね使いやすいセッティングなんで、まあ、シーバスみたいなタックル、海釣りみたいなタックルですけどね、この PE ライン 1.5 号にね、ちょっとフロロリーダーね、ぜひねチャンスがあったら試してみてくださいね。風が強い時に本当に使いやすいんですよね。まあ、そんな時にね、使うといいセッティングなんで、ぜひ覚えておいてください。はい。というわけでね、こんな感じのタックル。今回はですね、お気に入りの、ロデオクラフトプラスジニアスプロジェクトの、こういったタックルに、最近出たばっかりのですね、ナックルホーク。この組み合わせでですね、難攻不落の牛久バスが、いい感じで反応してくれて、こういった動画でした。はい。釣り子TV でした。また会おうぜ。